えー、バンンドマンです僕だけファンがつきません。他のメンバーがたくさん女遊びをしてる中僕は一人でも真面目に練習しすぎています。なのに技術あるのに花がないと言われファンがつきません。誠実な人の方がモテると思うんですがなぜ人気がなのでしょうか僕はどうしたらいいのでしょうかえっと誠実な人がモテると思っているあなたが間違ってるという発想にはなぜ至らないのでしょうかあのモテる人っていうのはかっこいいお金を持っているあとあの有名。 ここら辺があのバンドマンがモテる理由です。なのであの、そんなに有名なバンドではないと思うので、多分、有名枠が使えないとすると、その、金を持ってるとか、顔がいいとかなんですけどあの、顔も良くないし、金もないんだと思うんですよね。なので、あの別に誠実さとかを求めるのであれば、あのバンドマンで探さないんですよね。あのお見合いとかするときは誠実さの方が全然大事だと思いますよ。はい、なのであの、モテたいためにバンドをやるはね、誠実な人には向いてないと思うんですよね。 あ整形するがありますね。DJ 社長とかやっぱり整形してあのモテ度は上がった気がするので。 えー、よく漫画や映画では一流選手がスポーツのさなかにあれこれ話をしたり、いろいろ複雑な思考をしたり、回想して、昔を思い出したりしますよね。私もスポーツでサッカーをするんですが、あのような考え方をすることができません。試合中では苦しい、疲れた、足が痛い、もっと右、あの辺を蹴る、今この,今このためムなら休めそう、みたいな短絡的な思考しかできません。運動してるときは汁深いことを考えてよりかいません。サッカーもいないんですが、えっと、あれは漫画の世界です。あの、結局、その、本当にスポーツ上手い人って考えないんですよね。 うんとまあ、例えばじゃあそのワールドカップのスペイン戦の時に三笘選手があボール前行ったって言って走ってって蹴って折り返して点が入ったっていうのがあるんですけどあの時にこれ走ってって追いつくかな追いつかないかなって考えるっていうのをやってるだけで体の動きが遅くなるんですよ。なので本当に動ける人って何も考えてないんですよ。 要は、ボールがあったら追う。で、じゃあ、格闘家だったら、殴れそうだったらその瞬間殴る。蹴れそうだったら蹴るとかで、ね、本当に反射神経だけで動いてるので、あの戦略がどうとかって、まあ、引いてる最中とか、ディフェンスでゆっくり考えられるときは考えるんですけど、その、本当にリアル、その、1対1とか、あの、判断が必要で、スピードが必要な時っていうのは、あの本当に優秀な選手は、本当に何も考えてないです。ではその あの、反射だけで動くんですけど、反射だけで体が動けるようなところまで追い込んでるから優秀なんですよね。 なので、その、よくその、なんか反復練習とかってやるじゃないですか。じゃあ、その、なんか、こういう風なボールが来た時はこうやって蹴るよねとか、こっち側から来たらこうやって返すよねとか、ここに選手がいたらこうパスするし、こうだったらスルーパスに帰るよねみたいなのを、いろんな反復練習するんですけど、あれをなんでやるかっていうと、こういう時はスルーパスにするよねとか、こういう時はじゃあトラップしないで、あの、ダイレクトで打った方がいいよねっていうのを、体が覚えるっていう表現をするんですけど、何度もやることで、その、判断をするという時間をなくすっていうのが大事なんですよ。 なので、いかに判断をしないかっていうのができる方が、割と反射神経で動けるっていうのになるので、なので、僕、Twitter でその、その、三友さんが気持ちの差っていう書き方をしたんですけど、要はその、あの、あの速度で、えっと、1.8ミリだったらしいんですよね、そのボールが。ライン上に1.8ミリ残ってたから、オフサイ、あの、その、えっと、アウトじゃなくて、その、まあ、のプレーがその続いたんですけど、その1.8ミリかどうかって、もう考えてたら絶対もう飛んでるんですよ。 なのでもう何も考えないで動くっていうところでいくとそこはもう完全に僕気持ちの差だと思うんですよね語学勉強もそれそうですねだからあの英語をしゃべるに聞いた英語を日本語に変換してあこういう意味だ。 ということはこうやっていようを日本語で考えて、それを英語に変換してってやってるとやっぱ会話できないんですよね。まあ、すごい時間かかっちゃうので。なので、英語で言われたものを英語のままに返して英語で返すっていう。その反射神経でやるようにするっていう方があの割と上達するので、なんで僕語学の学習は酒飲んでやった方がいいと思うんですよね。要はあの頭が悪くなったって反射でやるようになるんですよ。で、頭がいいとそのこの言い方間違ってるかな？とか、この発音って正しいのかなとか。 その判断が増えちゃうんですよねでも頭が悪いと、えっと、こう言われたから後悔すればいいんだよね。言ってみて、あ、全然通じねえみたいなのもあったりするんですけど、それはそれで笑い話っていうことになるので、なんだあの語学を覚えるんだったら、僕は酒を飲んだ方がいいと思ってるタイプです。えー、ひろゆきは誰かとルームシェアことし、レームシェアしたことある。話持ちかけられるんだけど、どうしよう。あと、アメリカのアーカンソー州の大学に行ったときに、 あの一応ルームシェアというかルームメイトがいたんですけど別に僕はあんまり気にならなかったっすねもともとそんなにあのなんかこう誰かがいると困るっていう感じでなくて、まあ、あの日本にいる高校生の頃からとかでもあの友達の家に割と住んでたりするのでなので大学の時週に2回ぐらいは友達の家に住んでたし高校の時も週1ぐらいで友達の家に住んでたりしたのでなのでまあ慣れじゃないですかね。 えー、転職活動中の25歳で最近電波を扱うお知り合いの方からうちで働かないかと声をかけていただいたのですが一級陸上無線技術士という資格を取得するまで1年ほど勉強時間が必要と言われました職場の運気も収入もとてもよくて年収500万ほどいい仕事だと思うんですが1年の時間をかける価値があるのか今後使える資格なのかを知りたいですうんバカなのかなまずあの年収500万円をもらいながら 勉強時間を教えてもらえるっていうのでめちゃめちゃ快適な状況だと思うんですよね。で25歳で転職活動をしているという時点で多分大してあの優秀ではないしもともといい会社にいたわけでもないんだと思うんですよ。要はそのもともと何らかの,あのじゃあ IT 系ですとかで実績があるんだったら多分転職活動も IT 系に行くしその全くやったことがないような会社でこういう資格の話なんてのに乗る乗らないみたいな判断をしないと思うんですよね。 なのでろくな選択肢がない中で25歳で年収500万円っていうのをぶら下げられた状態でいかないっていうのがそのなんか自分がもっと優秀だと思い込んでるか自分に何か才能があると思い込んでるのかまあまあそれが思い込めるのだったらもうそれをあのそっちの道に行って一生懸命その,あの自分の夢を追えばいいと思うんですけど、まあ、ある程度その自分のそのなんかあの 身の程を知って、年収500万円コースに行った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい えー、去年10月に今の会社に入り12月末で退職予定です退職理由は会社への信用のなさです先月中旬に退職希望を伝え少し話し合いの後受理されました受理された後になって過去4ヶ月分の社会保険料を着忘れていた辞めるにあたって11万を支払っていられました、えー、私は入社後雇用契約書を書いてあるんですがこれはどうにかできますか他にも会社として問題点はいくつかあります えっと、わかりましたって言ってやめて一切払わないっていうのでいいんじゃないかなと思います。あの、要はその金払わない人から金取るのって難しいんですよね。で、社会保険料を取り忘れたから裁判をしますっていうので、11万円取るっていうのはなかなかやらないので、だんだん会社が泣き寝入りすると思うので、あのはい、わかりましたって言って払わないっていうのでいいんじゃないかなと思います。で、その、 あの日本をどうしたらいいですかみたいなのって割と、まあ、よく話になるんですけど少子化対策したらっていうのって割と、まあ、あの答え決まってるんですよねいやその日本人が毎年70万人減ってるんですけどあの日本人減ってるってことは日本人向けの商売をしてた場合に売上がずっと減り続けるということなんですよでじゃあ不動産を買いましたって言って不動産の借り手が毎年70万人減ってるんですよ でそうすると買った不動産誰も借りなかったらせっかく買ったものが収益ゼロじゃないですかそれもう怖くて新しい不動産なんか買わないですよねでそうすると不動産を買わなくなるから不動産も建てなくなるしでそうすると建築会社とかも新しくもなんかあの建物使ってるとできないしそこで働いてる人の仕事もなくなるみたいな感じで人が減るということは仕事が減ってお金も減るんですよで中国がなぜその あの世界の発見を取ると言われてるかというと人口めちゃくちゃいるからなんですよ。いわば高所17億人のねその17億人もいるからめちゃめちゃ働いたいその要は 中国人向けのものを作って国がこれ買えやって言うと17億人売りますとかで17億人もいるからめちゃめちゃ優秀な人も出てきてその,なんかあの中国系の人とかが割と世界中でわしわしとあの金儲けをしたりとかでその人口やったろいので安いものを作りますいやいやもの作りとかめっちゃ安くいっぱい作りますっったりするのでやっぱ人口は力なんですよ。なので少子化対策したらっていうのであの多分ねその えとその国の経済を良くするのに少子化対策と教育って外れないんですよ長期的には。いやその子どもを増やしてその子どもたちを優秀にするっていうそのどっちもやらないっていう国でうまくいかせるのってめちゃくちゃ難しいんですよね。で逆にその人口を増やして教育さえちゃんとやれば大体どの国も伸びるんですよ。ところがそれをやらないっていうのがあの自民党政権が決めてやってることなのでなので難しいんじゃないかな今後の日本はと思ってます。 えー、ガラケー時代のエロ小説、個人サイトのキャッシュを見る方法を教えてください。えっと、ウェブアーカイブっていうサイトがあるんですけど、それに URL を入れたらひょっとしたら見れるかもしれないです。一応、あの、ガラケーの場合のサイトってあの URL 自体はってインターネット上のサイトだったりするので、なので、頑張ってウェブアーカイブ楽してみなてさい。ただ、ウェブアーカイブの場合だとあの EUC とかシフト時数の、あの、 サイトだと文字化けしてる場合があったりするるののでなのでな文字化けしてる場合はソースコードだけ落としてその文字コードを変換するみたいな形が必要なんですけど、まあ、とはいえそのサイトがあるかどうか調べてみるといいんじゃないかなと思います。はいというわけであの今日はこんなところにしようと思います。お疲れ様、えー、保育園の虐待3人女性なので、まあ、保育士は女性率高いですよね。 なかなか男性の保育士ってないですよね。T 先生ぐらいですよね。あの、結局、保育士って、あの家族を育てるほどの収入にならないんですよね。要は、そのあの保育士のまあ給料って基本的に増えないんですよ。もう、あの、まあ、あの私立のめちゃめちゃ金持ち相手にしてるところは別なんですけど、あの公立の保育園だったりとかって、まあもう国とか地方自治体によって、その給料決まっちゃってるんですよね。なのののでででそそ給料も 1>, 1人で暮らす分だったら別にそれぐらいの給料でもいいんですけどじゃあその奥さんなりをじゃあそのと結婚して子育てしてその家族3人暮らす金額が保育士として賄えるかっていうとやっぱ日本のルールだと無理なんですよ。 なので結果として保育士ずっとやってる人っていうのは女の人で、で男の人で T 先生みたいな人だと、保育士をやってある程度の農家を身につけたら、その本を出したりとかコンサルをやったりっていう形で、保育士以外での収入を増やすっていう形で、同年代の同じ人より稼げるみたいな。で、まあ、まあ、T 先生最近タレント化してますけど、多分ああいう形じゃないと食っていけないんですよね。 そのあの自分一人だけ食うならいいよねっていうのだったらまあ保育士でもいいんですけどやっぱり家族を育てようってなるとんで子供好きな人が保育士になる割合が多いのでそうするとその子供好きな人が自分のなんか家族をこう家庭を作って子供を育てようとするとあの男性の場合保育士だと厳しいよねっていうことになるっていうことなんじゃないかなと思います。 えー、ブレイキングダウンの選手たちが裏で天狗になる犯罪を犯し起こしていることが最近話題になっていますが強盗致傷で一般に相手に重傷を負わせて財布から金を盗んだ人物が、えー、プロカフトのアンボルケアのメンバーのジョリーだと言われていますこの想像で断髪をしたらしいですが何の生命の発にこのままでいつかブレイキングダウンの選手たちが疑惑な事件を起こしてイベントごと潰れ違いにならないんでしょうかえっとまあ多分ユーチューバーみたいな人たちを使っている限りそういった問題発生するんですよねでただあの 法律に触れるかっていう問題と社会的に許容されるのかっていう別の問題があるんですよ例えばあの不倫って法律上何の問題もないんですよねあの民事で不法行為で訴えるとかもあるんですけど別にそのじゃあアンジャッシュ渡部さんが多目的ルームでやったことで何か法に触れるかっていうと一切法に触れないんですよそのやっちゃった女の人も合意の上でやって一万円だからもらったって合意の上でお金もらってるので あれは別に何か法に触れるかというと触れないんですけどただああいう人をねテレビでは見たくないよねと思う人が多いだろうということでテレビ番組もあんまり使われないしスポンサーも使わないということなんですよね。なのでブレイキングダウンに関してもそののまああの、えー、とアンポリキアさんのもに関してもそのこういう人だよねっていうのでそのまあ法に触れたことをやったとしてもそれでも別にあの。 要はその運営元だったりブレイキングダウンのその運営元だったりそのアンポリキュアさんがこれをやれという指示をしたわけではないので出てる人がやっちゃったよねでそれのその犯罪に関しては私たちは一切関与してませんという形でいくと刑事事件的にはその運営元だったりその YouTube のアンポリキュアさん全く関係ありませんという話になるんですよね。 とはいえ、その社会的なところで、そのそういう違法行為をする人を取り上げるのはいかがなものかとか、記者会見の時に椅子を投げて、その相手方の選手の人に怪我をさせる人はいかがなものか、みたいなのもなって、その社会的にこういうもの見たくないよねとか、あのスポンサー降りるわ、みたいな人が出てくる、その会社が出てくるっていうパターンもあったりするので、刑事の問題というのは社会的な問題の方が大きいのではないかなとは思うのですが、 ただ、ブレイキングダウンに関していくと、まあ、もともとその、あの、まあ、一回失敗しちゃった人が、その再起をかけるというのもある種テーマになってるので、なんで、あの、もともと少年院入ってましたとか、刑務所入ってましたとか、前科ありますみたいな人が、それでも俺は頑張りたいんだっていうところで、根性を出すっていうところを見たいというところが、まあ、そこの需要で再生数伸びてたりすると思うので、 なので、その、あの運営元がそれをそそのかしてるとかではない限りは、今のファンが離れるかというと、離れるほどではないのではないかなと思います。はい